もうこれだよね、うん、これでやると夜行からますんだ、なかなか分かってくれるし、モロネスモロネスキンプリマルミスからあれば、もう少し通り、これあるんだったら交換機買う必要ないのか、うん、なんか無理にやらなくてやらなくていいんだな。だったらそっちだったら逆に S280 まだいっぱい買った方がいいって、280とかで細かいレベルの方が大事かもしれないですね、うん、それがポイントでしょ、うん、手動でいいから。そうですね、電動さ、うん、倍なのかな、対比戦セット。だから今回ヤード完成形だと思うんで、ヤードはね、ヤードは、うん、やっぱ室内ユニットがどこで光るの、前1両だけより後ろ4両買いそうですよ、ね、いや56買った時にさ、
もう嬉しくてさ、室内ユニットつけちゃってさ、俺コロッケ出た時あまりにも嬉しくてね、嬉しかったね。うん、ドミックスで出してくれんだと思って、うん、嬉しくて嬉しくてつけちゃったよね。ちなみに内声が国鉄末期の余剰を感じさせるという、うん、下手したら操車場とかで多いよね、操車場じゃあデルゴイチを大量に並べて、そうデイイチ月来ないとかにデイイチとかってあれどうするんだろうな。でもあれあのまま置くんじゃないですか。置くのかな。あれだって救援機作るんじゃないですか、新幹線。でも単純にあれだよね、新幹線は単線になるってこと。青函トンネル複線にするの。だから3線になるんじゃないですか。あれ3線引けんの。あれだから今1067のところに片方に線路引いて1435にして、で在来線単線するんですよ、青函トンネルだと。いや両方とも3線する。あ、そうなの。そういう風にできてる。じゃない、在来線も通らない。いや、貨物は一本通る、うん、あと多分寝台コースとかだったら、そんな幅あるのか。もともと新幹線企画ですよ。2015年、あと3年か。ちなみに今の片付けはやられるか。やられるね。そうだ、まあ、平地で作ったら安いんですけどね。うん、沿岸バスのあれに行けるよね、うん、まあ沿岸バスもそうやってネタないと思う、うん、収入はないけど、うん、
一気に電源落ちる。